っちゃうん。わしが困ってるみたいやったから気になって声かけただけ。ほんまに？ほんまやったら怯えてたよりずっと外の世界は平和やねんね。渡る世間に鬼はないな。こっかっかと、普通の人はこんな風に笑わへんね。テレビの中の芸能人もそうやった。わしの喋り方は変なんじゃないの？こっこっか。なんじゃ、急に黙りこくってからに。わしは待っても仕事は待ってくれんで。ぬちはんはレッスンにも付き合ってくれるんじゃな。こっこっか。熱心なプロデューサーはんやな。おーい、琥珀っち。俺のこと覚えてる？ああ、白鳥はんやろ。書類上で顔写真だけ見て、もしかしてって思ってたけど、やっぱり前にお月飯の下でおしゃべりした子やんな。こっこっか。なんぞ知らんけど、わしらは不思議な縁で結ばれとんのかも。うん、俺もなんかそんな感じがしてる。なる時があるな。誰かさんのせいで。こっこか。前に会った時も思ったけど、ヌシハンらは仲良しやね。自分とこと見比べると、なんや、羨ましいより先に悲しくなるわ。まだこれから先もいくらでも仲良くなれるチャンスはあるよ。俺たちだってこうして再会して絆を結び直せたんだしね。コハクッチ、ヒメルはなるべくファン以外の誰にも興味や好意を抱かれぬように振る舞って距離を置いていたはずですが。クッコか。まあ、なんやこうやっていびってるだけで罰になってる気するし、ニキハンについてはこの辺で勘弁したろか。わしらが本当にしばきたいのはニキハンやのうてリンネハンやすな。ええ、クレイジールー。